マック・タケタは日本のプロレスのレフェリー。本名、武田博樹大日本プロレス所属。群馬県中野城町の観光大使。2012年、大日本プロレスに入社。9月29日、広島県立広島産業会館大会にて、レフェリーデビュー。マック・タケタに改名した理由は、武田ダ製と被るというからであり。 かつてのバイト先がマクドナルドであったことを知ったアブドーラ小林が命名したため、マクドナルドアルバイト時代はスイングマネージャーまで昇進していた。横浜文化体育館大会の売店で転び膝の半月板を損傷したことがある。2013年7月26日後楽園ホール大会、怪我をしたリニッカンの代わりに塚本匠 VS。 高橋九也の蛍光灯100本デスマッチにて、蛍光灯デスマッチを初めて裁く。この試合は新世代の二人の試合を新人レフェリーが、裁く未来の第日本を期待させる、デスマッチとなった。2014年12月21日、横浜文化体育館大会にて、BJW 認定世界ストロングヘビー級選手権、石川修二 VS、川上隆一を裁く。これが、 自身初のタイトルマッチでのレフェリーとなった。2019年2月21日より母の故郷である群馬県中野城町の観光大使に就任。2020年3月8日に中野城町にて工業開催。観光大使に就任してから1年というスピードで同庁の大日本プロレス初開催を決定した。2020年2月離婚。君といつまでも 香山雄三、ありがとうございます。